はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。とっても気持ちよく一人で走っていますけど、バイクたくさん見かけますね。はい、もうみんな我慢しきれなかったんでしょうね。で、僕は今日ね、本当、道路が空いているところ、もう一斉に、どうせ想像するに一斉にみんな行動するじゃないですか。車もひっくるめて今まで我慢してたので、だから主要幹線道路とかちょっとした有名な景色のいい道路とかっていうのはほぼほぼ車多いよねって想定してました。はい、なので、比較的車の少ないルートを選んで、気持ちのいいルートを選んで流しているところです。はい、でまあそういうことでね、あえてこうどっちかっていうとメジャーじゃない目的地を、選んで走ってるんですけど、まあ、この辺がね、難しいよね、判断がね、というふうに思いながら今走ってます。まあ基本的になんだろう、今日のね、走ってる時の雑談トークのお題っていうのはね、三方よしっていう話をちょっとしようかなと思ってはいるんですけど、これ商売人さんがよく使う近江商人の言葉なのかな。三方よし、売り手よし、買い手よし、世間よしっていうね、3つの方向から見てどれもがいいのが望ましいよねって、商売はっていう話よね。だから売り手がいいっていうの、売り手がね我慢をして買い手が得するだけでもいけないし、売り手が有利になって買い手が損してもいけないし、またそういう商売の成立があったと、まあ、お互い納得して商売が成立したとしても、それは世間様にとって良いことでないといけないっていうね。だからこう三方よしっていうね、売り手よし、買い手よし、世間よし、これがまあいいんですよっていう、まあお話ですよ、近江商人のね。まあ他にももっと深くネットで調べてもらえばいろいろ出てくるけれど、近江商人の教えっていうのは、でコロナの今の時代でさ、すごい生活スタイルとかも変わってくるじゃない、このままいくと。例えば飲食店にしても観光産業にしても、普通の会社にしても全部変わっていくと思うんですよ。でそういう中でね、もちろんこれ遊びもそうね、こうやってバイク乗るのもそうだし、だから自分が良ければいいっていう考え方と、自分が感染しないから大丈夫っていうのと、相手も感染しないから大丈夫っていうのと、あと世間も安全っていう、この3つだよね。だから自分だけのことを考えたらいかようにでも考えられるし、おおむね定められたガイドラインをから外れててもいいと思うんだけど、もうそれもでもいいと思うんだけど、それはそれで世間よしなのかっていう話になった時に、世間よしじゃないんだよね。やっぱり相手にも映じゃないじゃん、映らないじゃんっていう、だから自分も映らんでも相手も映らんからいいよっていうんじゃなくて、みんなで決めたらガイドラインっていうのを守ろうねって言ってるのは、これをやらないかったら自分よし相手よしでも世間よしじゃないからダメなんですよ。だからやっぱ三方よし近江商人の考え方を当てはめてみるのが、これからの自分の行動規範っていうか基準としていいのかなってちょっと思ってたりして、でそうだな、飲食店もね、今までだったらね、美味しいものを作ってね、お客さんにね来てもらってね、自分たちが設定した単価のメニューをね納得して食べてもらって、美味しかったまた来ますって、また常連さんになってもらうなり、口コミに広げてくれるなりっていうのが、例えば今飲食店で言えば、それがお客さんと自分たちとの2方で住んでたのが、世間に対してのことを言われたんだよね、今回初めて。で困惑してんの結局。そういうことだと思うんですよ。三方よしの3個目、世間よしを言われて、でうわーって自分なってんの今で。その中でどうやってね飲食店が生き残っていこうかっていうのを、考えなきゃいけない。自分たちもその我慢をしてお店潰したりするわけにもいかないし、じゃあ客が減ったから単価を上げればまあいいのかっていう、そういう問題でもない。でね、お客さんもやっぱりそういう外食をしたい、食べに行きたい、安全にご飯を食べたいっていうところもある。それを両立させていくことが世間よし、安心して食べてもらえる環境づくりやお店づくりっていうのが問われてくる。その中で例えばテイクアウトやデリバリーも世間よしの観点から言う、自分よし相手よし世間よしから言うと、もう必然的にこれからの飲食店も全部そこを考えなきゃいけないと思うんだよね。だって席数はさ、満席でも悠々詰めの飲食店作れなくなると思うんだよ。そのワクチンできたとしてもね、日本ってそういう国だから、結構1回なんか起きると結構厳しいガイドラインや基準ができちゃって、まあ空間的にはゆったりしていいけれど、お客さんにとってみたらね、でもお店にとってみたらね、席数かけ回転数で今までお店の経営成り立ててたものが成り立たなくなるわけでしょ。そしたらその穴埋めをやっぱりテイクアウトやデリバリーやそういったものにのメニュー開拓というか、そういう顧客開拓とメニュー開発っていうのかなをやっぱりやっていかなきゃいけなくなると思うんだよね。これは飲食店のみならず観光業だってそうだし、だから自分とお客様だけの関係ではなくなった時に、さあどうしましょうっていうことだと思います。もうずっとね、ここのとこね、そういうこと考えるようになった。時間があれ余ってるのもあるんだよね。忙しくないからね、そんなにね。で、まあバイクにとってみたらどうだろうっていうと、自分と相手と世間よしでいうと、やっぱりバイク乗りのマナーをと大人としての常識をちゃんと守った範囲で乗りましょうねっていうことだと思うし、そのどうしても僕の場合は今1人だからいいんですけど、集団になるとね、まあいいかってみんなで一緒だからっていうのって、赤信号をみんなで渡れば怖くない方式がどうしても人間あるじゃないですか。僕この年になってもいまだにあるよ、そういうの。1人だったらちょっとこれはみんなで走ってたら、まあまあいいか、みんなやってるし、俺その中の一員だしみたいな。やっぱ日本人っていうか人間誰もあるよね、そういうのってね。赤信号みんなで渡れば怖くない方式、たとえそれがね、2人で行動してても1人だったらできないことが2人ならできちゃったりするからね。なので、ちょっと自分の中でそういう明確なガイドライン、三方よしのガイドラインを作って、心の中でね、できるだけソロで走ろうかなと思ってはいるんですよ。もうね、6月を前にして、JC ライダースとか、結構、ツーリングの日程調整とかのメールっていうか、メッセンジャーとか、調整君とかウェブでやるのあるじゃない。なんかね、もう飛び回ってんので、県外はまだダメだよって俺が言うと、ええー、って言ってた人もいたし、県外の出国した瞬間にやったーみたいな感じの人もいたし、まあ、人それぞれだし、その暇だから週末土日のうち全部でもいいよみたいな人もいるし、本当ね、そういうとこを考えるとね、みんなこう価値観とか違って、そういう人たちと一緒に走るっていうことになると、コンセンサスをこう取り合うのが難しいよね。まあ付き合わないわけにいかないから、その決められた日程スケジュールで決められた日はね、参加するとしてもある、なんかそれ以外は自分一人で走った方が今はいいかなって。たりして、まあ、寂しいけどね、一人で走るのがね。でも寂しいけど、幸いなことにモトブログを始めてこう喋りながら走ってると、このカメラ越しに向こうの景色の向こうにわずかながらの視聴者さんの姿が見える気がする。これはすごくいいよね。だから一人じゃない気がする。例えば見てくれる人が5人かもしんないけど、その5人と一緒に走ってる。走った後、結果的には走った後を見て、動画に編集されたものを見て何か言ってくれるだけなんだけど、でもそうやって見てくれてる人たちがいるっていうのは一人じゃない感じがする、なので全然そういうとこでありがたい、モトブログやっててよかったなって思うね。っていうか、この黄色い花なあに綺麗ね、写真撮りたくなるほど綺麗ね。煙いけど田舎はこういうの多いよね。なんかこうやってみたいなのやってたりとか。いやー、このほんと何にもないこのカントリーロード、淡々と走るの気持ちいいっすよ。気持ちいいっすよ。よし、フルーツロードを走ろう。本来なら向こうなんだけど。これはフルーツロードといって世羅町へ向けて抜ける道路です。こういうね、県内の困ったところにはいい道路あるんですよ。県外に出なくたってこういうところをつないでぐるぐる走ってると、結構それなりに距離も稼げて、ノンストップで淡々と走れるんですよね。お巡りさんがいる。一時停止を全部チェックしたんだろうね。体ビューンといったらうーんってくるんでしょうね。いや気をつけよう。こんな道路だから安心してるとダメだね。ということで、はい、ちょっとした走りのバイクのことも含めた、雑談をしてみました。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょうど赤信号